脳深部刺激療法とは何らかの病変により脳の一部が機能不全を起こしている患者の脳に適切な電気的または磁気的刺激を継続的に送り込むことによって症状の改善を図る治療法である。1995年頃にフランスのリモザンによって考案されパーキンソン病、ジストニア、転換、トゥレット障害等の不随運動や重症のうつ病、 脅迫性障害、遷延性意識障害といった脳の病変に近する様々な疾患について薬物療法での改善が見られなかった例を対象にアメリカなどで治験が続けられている。日本ではパーキンソン病や新鮮の治療に関して2000年より保険適用が認められている。パーキンソン病患者の頭部に電極を挿入する手術を行っているところ、 体内埋め込み型電子機器の例に漏れず、強力な電磁波などによって誤作動する可能性が指摘されている。この治療を受けている人は、心臓ペースメーカー使用者と同様、必要以上に電波の発信源に近づかないことで自衛する必要がある。アメリカでのブロードン研究と呼ばれる重症のうつ病に対する臨床試験は効果が見られないため中止された。 詳しい作用記事は不明である。いくつかの仮説が提唱されている。日本語のサイト、英語のサイト。ありがとうございます。